ね、今回は昨日の動画でちょろっと言ってた、この、裏女3年生26の極いけるのかなみたいな、言ってたんですが、今回それやっていこうと思います。で、まぁ、ちょっと使ってみたんですけど、まぁ、そこまでみたいな感じ。やっぱり、ギミック対応してないのを、その、オールアンチで補っていくみたいな感じなんで、その、対応してないんですよね。やっぱりその、ワープに翻弄されるターンみたいなのができちゃう。なんで、まぁ、もともと対応してるスズランとか、あと、その辺の、いろいろなキャラよりかは、ちょっと使い勝手に劣るみたいな感じで、これ、はい。そしたら、こう打っての、はい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 。いや、届いて、え、キュー！で、こんな感じで、で、強みは、一応その、いいところはこの8ターンで自強化打てるんで、雑魚処理とかに結構使いやすい印象あるんじゃないのかな？はい。だから他の事業家キャラって、まあアムリターはともかくとして、他のキャラってそんなに SS 軽くないじゃないですか。今のスリル系はないよ。なんで、まあそれが8ターンで打てるってことで、結構雑魚処理に、まあターンかけやすい。あと減速率も低いんで、結構その無茶な動きしてもちゃんと届いてくれるみたいなとこはいいとこなのかもしれない。はい。これ前回と違って、みんな超バランスにしてきたんですよね。あの理由は、単純に火力不足。いや、その、オールアンチで全部決めないといけないという都合上、その、結構いろいろ、ちょっと待って、これを、はい。いろいろ頑張らないといけないんで、その辺ちょっと火力上げるために、まあ、超バランスにしてきたね。で、これ、もともと同族加盟、加速名ついてたけど、やってみて、HP 周りは回復するから全くいらないんで、加速じゃない。将兵名、ないとしんどすぎみたいな感じで、もうぶっ壊して作り直してきたんですよ。はい。で、これで削る。で、イラストもね、変えてきたんですよね。で、理由としては、なんだっけ、あっちのもう一個のイラストあるじゃないですか。多分今出してると思うけど、三人で、やってる、三人で手揃えてやってる、あれあるじゃないですか。あれが、え、ちょっと、昔のトラウマを刺激させられる。で、なんだっけ、あれ、普通に亡霊はいいんですけど、あれ、その下のこの四角いイラストになっちゃうと、その、二人が前に出て一人が後ろにいる。まあ、三人横に並べると、やっぱりその、ちょっと待って、はい。横に並べると、その、見栄え的に良くないから、上が開いちゃうみたいな感じで。だから、多分そういう風に三角形型にしたと思うんですけど、いや、これもう、昔の友達との動き。昔の友達と三人で帰った時に、二人が前に並んでて、私は一人後ろで、入れる会話だけ入るみたいな。はい。いや、それをちょっと思い出しちゃうんで、使いたくなかったね。はい。いや、もう、例えば二人で、昨日のマッパ見ましたみたいな。昨日のマッパーの猛暑を見ました。チェーンソーマンマジ楽しみですわ、みたいな。会話してるところに、いや、ガロ炎の刻印もなかなか面白いですわよ、みたいな感じで入ってくみたいな。いや、そんな感じになっちゃう。なんで、ちょっとあの雰囲気あんまり良くないん、ね、で。あと、こっちの方が、そのなんだっけ。もう一個の方って、あれじゃないですか。その、ちょうど3人並べると、いい感じになるみたいな感じで、こっちは、その3人、それぞれちゃんと正面向いてるんで、1体でもそんなに違和感ない。そういうのもあるから、こっちの方が個人的にいいね。はい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 。で、これで削る。でね、なんだっけ。ちょっと待って、これはい。でも意外となんか適当に喋りながらでも意外とサクサク進むね。超バランスにしたら。ちょっと待って、これを抜けると、配置も大丈夫そうで、あとこの間入って、はい。はい。おう！やべ！いや、こう打って、いや、こういうミスがちょっと困るんですよね。で、そしたら、こう打つ、こう打つ。こう打っての、避けての、はい。で、これでいい感じ、あんまり削らない。やべ、これ倒さないで！よし、OK！ で、あとこれね、ちょっといろいろ試してやったんですけど、これどうしよう。いや、でも友情でなんかちょっと SS 使うか。いや、思ったんですけど、これちゃんと、ボスの配置ちゃんとしとかないとちょっと大変ね。どういう意味かっていうと、これを、はい。その、ボスで横間とか縦間とか、ちゃんと決められるような位置に、その、いろいろ調整しとかないと、はい。で、これでプラズマで削って倒す。オッケー。配置しとかないと、削りが結構しんどい気がした。だから、その、これ普通にやろうと思ったら反射になって、なんかカンカンするみたいなスタイルじゃないですか。ただそれが、その、オールアンチで使わないとダメなんで、その、激種変化パネル利用してカンカンとかできないんですよね。常に貫通で動くことになっちゃう。だから、
こういう今 3P の位置みたいに、その横感できる位置にキャラクター置いとかないと、いや、全然うまくいかないみたいな、ありますね。だからこれも今こうやって移動してくる。で、これを、これ V 字で同じことずっとループできるね。そういうのはできないと結構しんどいかもしれない、削りが。はい。で、これ飛ばしていきます。ストライクショットします。はい。はい。で、こういう動き、いやー、ちょっとずれちゃった、ね、はい。で、プラズマ引っ張りで、いや、これどうだろう。やべ、これ 3P! 魔導士ターンじゃない。やっちゃった。やべ、これ魔導士 3P ターンだ。そしたらこれ横間で下がっていて、で、SS ターンチャージもうまいこと利用できれば、その3回行動する間に同じキャラを2回ターンチャージできれば、できるんですね。いや、このほんとターン調整マジブッブーですわだわ。はい、これ横間で下がっていく。はい。はい。はい。これもう1回殴る。OK。いや、これ真横間できたら強かったんだけどね。で、これで、魔導士蘇生する。でもなんだかんだ、あれね、その26の枠、まあ、幸運しかり、いろいろ、で、超バランスの情報収集したりで、結構楽になってるんですよね。ただ、これ、今日気づいたんですけど、あれがいないんですよ。適正の、降臨キャラ。クリアモンスター、もし見てきたらね、驚くと思うんですけど、クリアモンスターの降臨がいないんですよね。これはちょっと、闇が深い。これちょっとモンストの大問題なのかもしれない。そしたらこれ横間でプラズマ引っ張りからの、はい。で、あと、もう一個、ちょっと気になったのは、このことに対して、まあ、コメント見てる限りでは、そこまで多くの文句がね、見られてない気がするんですよね。いや、ある意味も、まあ、近畿の最新の高難易度だからっていうのもあるかもしれないけど、いや、文句言われないの、降臨早追加してっていう声が、見られないっていうのも、ある意味もう、なんか挑戦してる人が少なすぎて、そういう声が全然見られないみたいな。なんかちょっと、いろいろ問題だな、みたいな。そしたら、こう打って、はい。はい。で、これで上行く、こう行く。で、ここで倒す、OK。で、あとは、ラスゲに向けて、その、あれもしたいんですよね。その、ターンチャージもある。ターンチャージして、誰か2段階目で SS 打てると、多分すげー楽になる気がする。ちょっとそれやってて思ったね。はい。なんで、ちょっとこう打って、はい。なんか、うまいこと、いや、左、いや、無理か。で、そしたら、で、これも、ターンチャージしたいけど、いやー、ちょっと無理だな。これ、斜めで、無限殴りするしかないね。はい。ちょっと、降臨のキャラを、なんか、その、最強じゃなくてもいいから、とりあえず何かしら使えるような感じのやつ、ちょっと追加しないと、いや、運営さんまずいんじゃないですかって、ちょっと思ったね。まあ、28とかもそうだけど、降臨キャラなんかいたっけ ?29 は、なんかいいのいたよね。はい。で、これで削って、いやー、やっぱちょっと残るよね。で、3ターンでしょ?で、これ食らう。あー、ダメだな、これ SS 使わないと、こう打って、はい。で、これで倒す。で、2P でこうでしょ。うわー!ループヒットできると思ったのに!そしたら、じゃあこう打って、ちょっと待って、こう打って、ちょっと待って、こう打って、で、友情出します。で、いや、こうだな、こう打って、はい。で、ターンチャージする?はい。いや、ほんとにブッブーですわ。ターン調整、マジブッブー。はい。で、これで削る、削る。よし、OK。で、ラスゲに向けて、横間で置ける、殴れるキャラを置いとかないとかなりまずい。で、1P をできるだけターンチャージして、できるかなこれ、無理かな、いや、多分無理だな、これ。はい、これ1P のターンチャージより 2P をターンチャージした方がいいか、もう一回 SS 打てるように。はい。はい、はい、はい。で、これで、はい、削る。OK。よし、これで倒せた。で、こうでしょ?そしたら、いや、これターンチャージは、1P に任せるしかないかな。SS 使ってもちょっともったいないしね、ここは。はい。なんで、ここ横間で置いといて。はい。で、1P で、SS 使って、1P で SS 使って、ターンチャージして、
削るしかないかな。倒すかな、多分倒さないと思う。そこまで多分すごい火力は持ってない気がする。はい、で飛ばします。でもこういう SS でストライクショットって言ってくれるのって割と好きなんですよね。なんだっけ、ヒロアカの第2弾とかも結構言ってくれてたから、あれ割と好きだった。でこれはい、お、いいんじゃない。でうわーちもうどうしよう。ここで殴ってうまいこといかないかな。はいはいはい、でこれで友情で倒、いや倒せないっすか、もういやどうしようこれ。はい、でこうでしょ、いやこれ SS 使うしかないね。いや削り切れるかなこれ。はい、でアクアの姿見せます。はいはいはい、頼む倒して、よーし危ねえ。でうわーでも 4P のこの剣持った 2P に全部かけるしかないわ。でこれ SS 使って減速しながら適当に削っていきますのして、はい、でこうでしょ。あれでもこれ蘇生と被るんじゃない、あれ魔導士の蘇生と被るんじゃないだけ、こんなクソ、なんで魔導士の蘇生と被してんの、もう運営さん良くないっすわ。はい、しかもこれ自分に混乱かかってるからプラズマ引っ張りハンティングできないしね。はいはいはい、ここ、はいはい、でこれで削って削ってこれ削って倒す、オッケー。はい、でいやーこれもちょっとな、これもこう打って一回下抜けで弱点殴るで、はい、よしオッケー、一回殴って、はい、よしオッケー、結構運良かったけど。で、これ確か魔導士蘇生じゃなかったっけ、頼む蘇生しない、オッケー。そしたら、これ SS 使って、横貫して削ります。いやー、これでどれだけ削れるかね。はい。やべ、今のこの矢印マジブンブンじゃないの。頼む、真横貫だけはしないで。お、危ね。で、これで削る削る。いや、これでどうだろう、次、レプってシュゴリカ先生だよね。で、多分これ変に暴れると絶対倒せないから。やべえ、これシュゴリカ先生でいけるかな。はい、はい、はい。よし、これで倒す。で、SS でシュゴリカ先生。うわ、シュゴリカ先生あんまり使いたくなかったんだけど、これちょっと、いやでもこれあれだな。多分大丈夫だ。SS 確かこれ即死左上だから足りるね。だからシュゴリカ先生なしでも多分いけるはず。はい、はい、はい、はい。いやでも超バランス使ってギリギリ。まあアイテムとか使ったらもうちょい楽になるかもしれないけど。なんで、まあこういう編成が頭おかしいだけで、まあ1ミター入れるんだったら全然いいなのかもしれないね。あと運営さんは早く降臨キャラなんか追加してください。そうしないとまず敷居がないもんね。私スズラン瑠璃何もいないんですけどみたいな感じちょっとなりかねないから、あれかもしれないね。はい、ごきげんよう。